電車で遠くから来られたんですか。遠くじゃない、僕名古屋。本当ですか。はい、ちょっと福さんの多分人柄って皆さんも YouTube で見てる限りでいくと多分誠実で、一緒にいると恥ずかしくなるような人です。僕はそうです。いい。あの人見知りなんですよね。いえ喋ってないと恥ずかしくなっちゃうから。こういうイベントって、はい、あれですか、どこかから声がかかってきてじゃあやりましょうかって。そうですね、あのテレビ愛知さんがなんか去年あのフリーマーケットに僕があの 不要というかあのキャンプ用品がいっぱいになっちゃったんで出しに行った。あ、はい、フリーマーケット。そうです、その主催者がテレビ愛知さんで、僕一般参加したんですけど、はい、割とたくさん人が来てくれたんで、はい、テレビ愛知さんがいろいろ手伝ってくれて、でそうなんです、割り知り合いましたね。そうなんですね。いやなんかね、この無料で楽しめるイベントって本当ですね。なんか県外の方も来たがる方が多かったと思うんですけど、ね、はい、今コロナ禍でなかなか。そうなんですよ、ぜひ来てくださいと言えなくて。そうですよね、ちょっと映像だけでもアップさせてもらいたいんですけど。ありがとうございます、はいはい、顔は消しときます。大丈夫です、はい、それはそれはありがとうございます。ありがとうございます。今日は楽しんでいきましょう。拝見させてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。